なんだ何も分からず、あ、お疲れ様です。ちょっとね、はい、見てもらいたい写真があるんで。はいはいはい。あー、スエちゃん、あー、似てますね。ちょっといいっすか、見せてもらって。はい、間違え、写真間違えました。あ、でもちょっと宣伝してもらっていいですか。これ1月4日からなんで、はい、ちょっとやってますけど、宣伝してもらっていいですか。あー、なるほどっすね、はい、第135期ボートレーサー募集が1月4日からやってるそうなんで、ぜひ皆さん受けてみてください。15歳からね。15歳から、そうですね、はい。似てますよ、年収上がってんな。似てますね。雑こらすけど、似てるっすね。おいおいおい、見て入ってた方がいいっすか。ちょっと待って。はい、すいません、間違えました。間違えました。こっちの写真を見ていただきたいんですけど。はい、ちょっと量がすかめちゃめちゃ似とるっすよ。似てると思います。はい、これ小泉さんの昔っすか。どうですか、いけてます。こんななんか表情から何まで一緒なことありますか。小泉さん今めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。龍馬もなりうるってことですかね、将来。いや、まあこれがこの写真が教えてくれることは、人間にこの写真をまだね、いじっていいかどうかを許可取ってないんですよ。許可取ってくるって言ったのに許可取ってなくて。いや、もうね、大輔とかじゃ無理じゃん、やっぱ直接言わない。そうだね、まあ、大先輩なんで。なんかちょっとボツの可能性もある。ボツの可能性があるんですけどめちゃめちゃね。今節はちょっとね、あの池田軍団の偉い人がいるんで、うん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 、これみんなのリアクション見れたら面白いですね。そのまさきさんとかちょっとね、だからいろいろまさきさんと一平さん面白いから、まあ、そうする。このレース終わり、あ、長いですからね。あ、その時でいいですか。その時に捕まえましょうか、はい、ちょっとこれつけたままちょっとピッと歩いてもらって。あ、いいっすよ、いいっすよ。で、まさきさんが前につけてもらって、はい、で写真まだ見てないらしいんですか。あ、マジですか、うん、楽しみっすね。まだ見てないな、何のツッコミもされるでしょ。いや、まあね。いや、でも目に入るじゃないですか。あ、まあまあ、で、写真見たら、あ、うん、あーってなる。雑なんよ、俺の使い方。見てほしい写真があるっていうことだけお伝えして。はい、はいはい、ありがとうございます。これの写真を見ていただきたいんですけど、はい、あれ一緒じゃん、本人じゃん。え、めっちゃ本人じゃん。めっちゃ本人。あれ？なんか整形した？でもめっちゃ似てるわ。へー、面白い。これが音の系としては、はい、そう、コウジさんの入手して。これ2000年のオールスターの時ですかね。僕が生まれた年の浩二さん、ファン投票46位。これなかなかじゃないですか。でちょっとその、はい、まあね、浩二さんと近しい、はあ、はいはい、恐縮です。許可を取らせてもらったら、はあ、まあいいのか、まあ多少いじついいのかなっていう。まあ全、まあね、怒るかもしれないけど全部中道N 君が、まあ怒られた N 君がね、責任取ってくれると。まあ、後輩にちょっと押し付けてしまって、ちょっとそれはちょっと申し訳ないんですけど、ぜひここはちょっと使わせていただきたいなと思ってるんで、ちょっと、はい。絵の、なんだろう、この濁ってる感じがそっくりやな。N も悪いのを持ってきたね。あいつ悪いな、本当に。
髪型がめっちゃ一緒やここで SG 初めて出た時の写真です。で、パンダの巻いたパンダマジで来たわけです。今度の発掘してくるやつがあるんですよ。どっから持ってきたんですかこれ。近くないっすよ。あの二重のやつ。二重のやつ。いや、なんか、コウジさんってこうやってやるじゃないですか。やるね、こうやって、グッてね。なんか、偽物感がすごいね。ちょっと、ね、池田光一ぐらいなら、なんかちょっと。池田光一、いいっすね、池田光一。芸人みたいな感じだよね。池田光一っていうのを考えてるんですけど。一式両軍。ああ、一気だこうね。あ、それでいいじゃないですか。お疲れ様でした。ちょっとね、見てほしい写真があるんですけど、はい、こちらなんです。え？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 そういうことっすか。これでファン投票46位なんすね。どういう意味ですかねえ、お客さん。どういう意味ですか。何この髪型。うわ、量がバカ似てるやん。これファン投票何今いますか、うん、1570位ぐらい。1546 えぐいな、これ。